綱吉の話を続けますが、1698年9月6日、旧暦です。旧暦の午前のこと。江戸城近くの商家から出荷しました。で、この日、非常に南からの風が強い日でした。火は風にあおられて、たちまちのうちに広がっていって、江戸全体の約3分の1を焼け野原にしてしまうという大惨事になっちゃいました。しかもこの時ね、上野の寛永寺というお寺があるんです。徳川家のゆかりのお寺なんです。この寛永寺というお寺に、根本中堂という新しいお堂ができたんです。そのお堂ができたばっかりで、出たいということで、時の東山天皇の直筆の御神筆が作られました。で、その天皇陛下の、ね、御神筆が上野に到着した、その日に、火が出ちゃったんですよ。で、かろうじて根本中堂と神筆、御神筆は焼け残りましたが、最悪のタイミングですよね。で、その時人々はどう言ったと思います？江戸幕府の侍のくせに、所詮は将軍のくせにしか過ぎないくせに、天皇陛下の御神筆をわざわざ持ってこいと命令するとは何事だと。現実は違うんですよ。現実は違うんですよ。でも庶民はそう思ったんです。天皇陛下のお怒りがこの火事を引き起こしたんだと、人々は口さがなく噂をしさせたんです。で、その後この火事は直学火事と呼ばれるようになりました。さて、この火事による痛手から5年後、1703年11月23日、今度は関東を中心にマグニチュード 8.1 という大地震が起きちゃったんですよ。俗に世に言う元禄大地震です。で、地震の直後はこれ江戸の全日本全国のあっちこっちに大津波が発生したそうです。また、ね、江戸近辺の小田原城は天守閣が崩壊するなどの大きな被害を受けました、ね、で、また地震というのは火事と違って、その後も長く余震が続きますよね。その余震にも周囲の人、その余震にも、ね、周囲の人が苦しめられました。でね、1703年というのはね、実はある一つのね、事件というか、その事件の後の処理が行われています。何かというと、2月に忠臣蔵で有名な赤穂浪士が、吉良上野介を押し取って、ね、殺したという罪で切腹させられているんですよ。で、またこの口さがない人々は、浪士たちの綱吉への恨みがこの地震を引き起こしたと噂しだしたんですね。つまり火事も地震も綱吉のせいだと人々は言ってるわけですよ。冗談じゃないですよね、綱吉からしてみれば。まあそれでもまだなんとか綱吉は頑張ろうと思ったわけですよ。火事に負けてたまるか、地震に負けてたまるか、俺が将軍なんだと。でもね、災害はこれだけじゃ済まなかったんですよ。で、その後もっとひどいのが実は起きてしまったんですよね。